2から3から4基または2から4基は、計算機科学の用語であり、4次の B 基と同じである。一般に2から3から4基は、B 基のように辞書として使うことができる平行機の一種である。探索、挿入、削除を O で行うことができる。ここで N は、機の要素数である。2から3から4基は、 機の操作において多くの特別なケースが存在するので大半のプログラミング言語において比較的実装が難しい接穀機の方が実装が簡単で代わりに用いられる傾向がある2から3から4機は要素と呼ばれる単一の項目としてデータを格納するそれら要素はノードにまとめられるノードは以下のうちどれかであるそれぞれの子は 部分2から3から4期である。根濃度は親を持たない濃度であり、すべての他の濃度はそこから到達できるので、探索の開始点になる。葉は子を持たない濃度である。B 期同様、2から3から4期も順序付きである。そのためそれぞれの要素は、左の要素及び左の部分期と比較して、等しいかより大きくなければならない。したがって、それぞれの子は、 左と右の要素で示される閉区間となる。2から3から4木を解析するときは内部濃度と外分濃度を明確に区別しなければならない。内部濃度とは蒸気の例において木の中にあり A、B、そして C を含んでいる濃度である。外部濃度とは木の中にない濃度であり、次の濃度の位置として示されているものである。それらは蒸気の例では P、Q、 R、そして S を含む。2から3から4基は次の2つの性質を維持しなければ、ならず、他の平行機と明確に区別される。2から3から4基は、接刻期のイサーマトリ、すなわち等価なデータ構造である。言い換えると、任意の2から3から4基に対して、それと同じ順序で、データ要素を持つ、接刻期が少なくとも一つ存在する。 2から3から4機に対する挿入及び削除は、接骨機における色変え及び回転と等価である。このことは、接骨機が並行する原理が複雑であるため、接骨機の背後にあるロジックを理解する上で重要である。2から3から4機と等価の接骨機2から3から4機は、少なくとも1種類以上の接骨機に変換、可能である。 具体的には3つの要素を持つ濃度の場合は、真ん中の値を要素に持つ黒濃度を作成し、それ以外の要素を作成した濃度の小濃度として、生成し色を赤とする。2つの要素を持つ濃度の場合は、どちらかの要素を持つ濃度を作成し色を黒とし、もう片方の要素はその濃度の小濃度とし色を赤とする。最後に背外の全ての濃度が子供を2つ持つように、 黒の葉を付与することで接骨機を作成できる。この時赤黒機の定義は自動的に満たされていることとなる。また2から3から4機における挿入及び削除の角、操作は接骨機におけるカラーフリッピング及び回転の角、操作にあたる。ありがとうございます。